真マンも大嫌いだ。頑張れ神官のお嫁さんにされそうで危なかったね。ほら、ほら、そう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 、やーやーやー、あーおいしい。もっと続けて。情けない、それでも男。ケンさん頑張って。ああ、どうかしたの？ケンさん、マキさん、編集長、フック船長の取材しなくていいんですか？ねえ、そんなもんあとだあとだ。空行くぞ。水着姿の可愛い子ちゃん。それで取材に来たのに、編集長ったらもう。え、海賊副船長？そうなのよ、この辺にいるらしいの。どうです？頭いいわね、副船長。ダジ、まずけ、すぐに取り返してくるのよ。今まで、どうしたのよ。あ、それがですね、あの辺りをいくら掘り返しても、ほら、実はマシンマンが現れました。なんですって？そんなことより宝は見つかったのか。はいはい、背中もちゃんと塗ったよ。じゃあまた休みに入って山や海へ行くんだろうけど、遊びすぎて勉強を忘れちゃダメだよ。いやすごい宝物だったね。分かったな。村人を助けたければこの村に誰も近寄らせるな。ばあちゃん、どうしたって母ちゃんよ。どうしたケンさんたちも仕事が終わったら泳ぎなさいよ。お先に失礼。レミちゃん、レミちゃん、行くわよ。待って、助けて。分かった、上手よ上手。からじっと覗いてるの。おかしなところね。変な女の子がいたり、それに赤い顔の鬼が。おいたち見てたぜ。どういうことするじゃないか。その鏡を探してる。この村に伝わる不思議な鏡を知ってるな。よりこ、心配かけたね。よりこ、父ちゃん、父ちゃん、あっちだよ。元気になったようだね。それで奴ら今どこに？
おばあちゃん、ありがとう。本当にありがとう。もっと取ってくる。気をつけてね。うん。うわ、すごい。ねえ。ほら見て。いいのが取れたね。うわ、大きいでしょ。今回の動画ではヒロインたちの3話分の水着シーンを紹介しました。登場するヒロインはメインヒロインの葉山真希、メインヒロインの後輩同僚の松本留美子、ダークヒロインのレディエム、ゲストヒロインの村人由美子です。葉山真希を演じる塚田清美さんは1985年に巨獣特捜者スピオンのヒロインアンニを演じています。水着は2種類着用し、ピンク色と青色でした。どちらもビキニではありませんでしたが、青色の水着に初見でドキッとしてしまいました。縫い目が水着の前面のど真ん中にあるのです。縫い目の影響で逆に膨らんで見えます。あまり具体的には話せませんが、コメントのコンプライアンスにも気をつけましょう。しかし昭和の水着はこのような作りが流行っていたのでしょうか。謎です。縫い目が一番破れやすいのに。松本留美子を演じる村越優子さんは情報が少なく、特撮以外で1985年に地球大の序盤に3話ほど出演したようです。地球大のオープニング曲は朝倉美希さんのランナウェイです。ボンジョビのカバー曲になります。久しぶりに聴いてみたところ感動しました。マシンマンの高瀬健を演じるのは作田治さんです。マシンマンは異星人で本名はミックです。作田治さんは子役として仮面ライダーや人造人間機械だに出演していました。レディー M を演じる五条千秋さんは宝塚出身の大地真央さんと同期になります。1980年に電子戦隊デンジマンのダークヒロインケラーで活躍しました。レディー M は子供の笑顔を見ると鼻が赤くなるという子供アレルギーがあるユニークな設定です。村人由美子を演じる方は芸名がはっきり分かりませんでした。水着はスクール水着で、個人的には水着姿よりもタンクトップ姿の方が良かったように思いました。特にタンクトップの中に水着を着ていない時が良かったです。以上、ご視聴ありがとうございました。